皆さん、こんにちは。ワンダイレクトビジネス。では、今回は、デート時の決断3パープキとセガサタン版、レイテオキ回戦シナリオの続き、やっていきたいと思います。前回はですね、中国、インド方面ということで、まあ、インパール、そしてカルカッタまで進出。中国は壊滅させたという状況を作り出すことができました。今回、その続きになります。再びですね、戦いを、太平洋方面へと変えていこうかなというふうに思っています。今回いよいよアメリカ西海岸へ攻撃を仕掛けていこうかなと思うんですけども、西海岸はですね、まず4つ拠点がアメリカ軍用意されていてですね、一番、まあ、南側に位置しているのがこのサンディエゴになります。で、逆にですね、一番上にあるのがシアトルになるので、まあどっちから攻撃していくかっていうのが一つ大きなね、ポイントになるんですけども、今回はまあシアトルを最初の攻撃目標にしようかなと思ってます。まあその理由はですね、サンディエゴにした場合には、ロサンゼルスとかからもですね、敵の航空機が襲いかかってくることがまあ想定されますので、まずは西海岸一つ拠点を確保する。まあそういう意味では、一番北にある、離れているシアトルが、まあ一番、目標としてはいいのかなというふうに思っています。で、そのための前哨戦としてですね、今回は、アッツ、ダッチハーバー、この二つを攻略して、シアトル、ここのね、攻略作戦の準備を始めていきたいと思っています。では、時間を進める前にもう一つ大きなニュースがあるので、そちらをご紹介しておきます。第5航空艦隊なんですが、ここにですね、昇格型の空母が、新しく2隻完成したので、編入しています。ご紹介しましょう。まずは、双核。これ、昇格型の、まあ、3番艦という位置づけになりますかね。そしてもう1隻ですね、新核。これが昇格型の4番艦。この、合計で2つの昇格型空母を新しく編入することができましたので、これらも使っていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。まずはアッツとダッチアーバー、この2つをね攻略していきます。さらにご紹介しておくとですね、現在の技術力の配分なんですけども、もう艦船は1にしてですね、航空を3にしてあります。その他はご覧のように222という配分にしてあります。そして、今作っている、まあ、軍艦ですね。これ何作ってるんだっていう話なんですけども、やっぱり空母がもうちょっと欲しいなというのがあって、空母、正規空母を何隻か。さらに、正規空母はすごく時間がかかるので、軽空母を何隻かという感じで作ってあります。それを護衛する駆逐艦を、まあ、1ダースから2ダースほど作っているっていうのが現在の建造の状況です。さて、アッツとダッチハーバー、ここの攻略を進めている最中だったんですけども、ハワイに再び敵艦隊が迫っているという情報が入ってきています。これ早速ハワイの基地航空隊で一撃加えていきます。まあ、これがアメリカ軍の機動部隊なのか、それとも戦艦部隊なのか、ちょっと分かりかねる部分はあるんですが、一発目、これすごく重要になると思いますので、全354機出撃していきます。ちなみにハワイ基地の上空、いわゆる直縁、防空に当たるのは 25% の戦闘機を当てています。全354機っていうのは今まででも多分トップクラスに多いと思うんですよね。なので、自信を持って、アメリカ軍の艦隊に攻撃を仕掛けていきましょう。直縁の数62ですね。まあ、62という規模を考えると、空母は、まあ、4隻以上はいると見て良さそうですね。早速確認します。4隻以上いますね。ここには空母3隻確認してます。こちらには空母1隻、合計4隻ですね。つわものベイ。つわもつベイですね。
こちらはヨークタウン、まだヨークタウンいたか。あとはボブカークヒル、あまり聞かない名前ですね。あとギルフォード、まあ、ヨークタウンはねよく聞く空母ですよね。これなんとしても、撃破撃沈していきたいと思います。では敵の直縁叩き落としましたので空母に直接攻撃仕掛けていきます。ここで空母をね撃沈しておきたいですよね。まずはギルフォード、これ軽空母でした。これ撃沈してます。さて第2航空艦隊もねハワイ、第3航空艦隊ですね、第3航空艦隊もハワイの近くに展開していますので、これアメリカ軍の空母機動部隊、これにとどめを刺しに行きましょう。先ほど直縁を叩き落としたのでアメリカ軍の直縁機は8機だけですね。これだったら残りの空母も全部仕留められるかもしれない。ヨークタウン撃沈してます。ボブカークビル、もうこれも正規空母でしたね。これも撃沈できそうです。撃沈ですね。これでアメリカ軍の4空母全部撃沈です。では圧倒の攻略作戦始めていきます。まずは新しい双核新核、これを編入させた空母随核が機関を務める第5航空艦隊、これが圧倒に対して空爆を仕掛けていきます。まあ、前期発進でいいかな。で、圧倒を焼け野原にした後ですね、ここを占領。続いてダッチハーバーへと向かっていきましょう。直縁機の数ないですね。これはありがたいな。本当にね、空母にダメージが出ない状態でね、圧倒ダッチハーバー、そしてシアトルへと向かっていけると大きいですからね。では、圧倒の攻略作戦始めていきます。はい。圧倒をまず占領しました。味方の損害は全く出てないですね。まあ、航空機をね、数機ほど失ってますけども、これは、まあ、損害と呼べるほどのものでもありませんので、しっかり補充して、続けてダッチハーバー攻略に向かいます。では、こっからですね、ダッチハーバーに攻撃仕掛けていきます。まずは敵の直縁の数、あるいは基地の状態、これらを探っていきましょう。直縁20、まあ圧倒に比べるとしっかりしてますね。まあ、ここは第4航空艦隊、第5航空艦隊、これを使って波状攻撃で基地を壊滅させていきたいと思います。第4航空艦隊は軽空母4隻、第5航空艦隊は小核型の正規空母3隻が中核となっている機動部隊になっています。はい、ダッチハーバーも攻略完了してます。少し損害出てますけども、まあ、空母はしっかりドックで回復させて、この後の西海岸攻略を進めていきたいと思います。ダッチハーバーはですね、西海岸攻略のための中継基地にしたいので、まずはですね、守備隊の数、これちょっと多めに用意します。それに伴って物資、石油、そして輸送艦、このあたりもですね、ちょっと多めに数を用意していきたいと思います。まあ、前線基地という位置づけの意味もありますので、まあ、人事面でも海軍の人間を司令官に任命をしておきたいかなと思います。宇垣さんあたりに入ってもらいましょうか。もうタウイタウイにね、宇垣さん入れておく必要もありませんからね。では新しく正規空母が1隻完成しましたので、
第4航空艦隊の方に配備を行いました。正規空母昇格型の5番艦になります。運格ですね。これも西海岸攻略のためにダッチハーバーにこの後向かわせたいと思います。はい、ではダッチハーバーに艦隊集結させています。この後シアトル攻略を行っていきたいと思うんですが、まあ、その様子は次回、お届けをさせていただきたいと思います。簡単に艦隊ご紹介しておきましょう。まずはヤマト、ムサシ、ナガトの、まあ、戦艦が主力となっている第2戦艦艦隊。まあ、ここはなんとかシアトルに突入してもらって陸戦隊を下ろして艦砲射撃で敵、基地を、ね、破壊する。まあ、その任務に当たってもらいたいと思っています。第3航空艦隊。ここは空母艦隊になっていますね。なんとか空母艦載機で敵の直撃機と戦ってもらいたい。第4航空艦隊は、軽空母4隻、それに昇格型空母5番艦1隻と、合計5隻の空母艦隊。で、第5航空艦隊。ここは、航路艦、空母随格が機関を務める、まあ、主力となってもらえる艦隊になっています。第5航空艦隊。そして、新しくですね、従順と軽順、それに駆逐艦で編成した第7巡洋艦隊というものも配備してあります。まあ、これは高速で敵基地に突入、陸戦隊を下ろしてもらって、そんなことは従順の手法で敵基地を薙ぎ払う。まあ、その任務を帯びてもらおうと思っています。ご覧の艦隊を投入していきたいと思いますので、ぜひ次回皆さんの応援よろしくお願いいたします。